曲線区間での JR 北海道基百283軽機動車。制御付き自然振り子式車体傾斜を採用している。車体傾斜式車両とは、曲線通過時に車体を傾斜させることで、通過速度の向上と乗り心地の改善を図った鉄道車両である。車体傾斜車,車両とも呼ばれる。車体傾斜の方法としては、自然振り子式、強制車体傾斜式、 空気バネによる車体傾斜など複数のシステムが存在している。JR 四国2000系軌道車の車体傾斜時の前方風景。上は車体基準、下は前方風景基準での視点曲線部分の軌道は通過時に車両にかかる遠心力を打ち消すため傾斜が設けられている。それでも速度が高すぎると乗客が遠心力を感じるために乗り心地を悪化させたり、 さらには、車両の転覆につながる。そこで、曲線通過時に、車両の水平方向にかかる加速度が、規定量を超過しないよう、曲率半径とント量に応じて、制限速度が設けられている。列車の最高速度が低かった時代はあまり、問題とされなかった、曲線区間の制限速度であるが、最高速度が向上すると、スピードアップのための障害となった。 平坦な場所を走行する幹線ではもともと極立半径は大きめに取られているが、山岳路線やローカル線では、不設条件から半径の小さい曲線が小刻みに連続する。根本的な解決には、長大なトンネルを掘って迂回していた区間を直線化するなど大規模な土木工事により、軌道の線形を改良することになるが、これは、莫大な工事費と時間を要する。 そこで、季節軌道の改良による設備投資を抑制しつつ、列車の高速化を連鎖に実現するため、より高速で曲線を走行しようとする場合、増加する遠心力への対策が必要になる。転覆の危険については、関東の傾斜角を増やすことにより、遠心力を車両の垂直方向に振り向け、水平方向にかかる加速度を減らすことで低減できる。同時に、 車両の内装や屋根状を軽くするなどして車重を減らし重心を下げることでも転倒の危険は低減される。しかし列車が曲線で停止した時に車体が傾きすぎないようカント量には限度が設けられている。特に曲率半径が小さい場合カント不足となりやすい。したがって車両によっては転覆の危険なく通過できるが乗り心地の問題によって 曲線通過速度が制限されるという事態が想定されうる。この時適当な方法で乗客にかかる横方向の加速度を減じることができれば、その分曲線通過速度を向上できる。その個体の一つが何らかの気候により、曲線区間の関との不足分を車体自体を傾斜させることで補う車体傾斜車,車両である。なお、 車体傾斜機構は乗り心地を維持したままスピードを上げるための仕組みであり、軌道や車両にかかる荷重を減らすためのものではないため、曲線部での速度超過による脱線を防ぐことはできない。そもそも車体にかかる遠心力は、その速度、質量、曲線半径により、一位に定まる。遠心力を減ずることは不可能である。そのため車体傾斜車,車両を用いて高速化を行う。 場合は曲線区間でます。遠心力による速圧増大対策などのために軌道強化が必要となる。軌道強化が実施されていない区間では速度を高められないためカント不足とはならず、車体を傾斜させる必要がなくなり傾斜機構を停止させて運用されることもある。すなわち車体傾斜システムだけでは曲線区間の高速化はできず、 車両の低重心化と軌道の強化も行うことで、初めて高速化がなされる。また、全員着席していること等を前提に、乗り心地の悪化を妥協し、車体傾斜機構を備えない、あるいは車体傾斜装置を従来より簡素なものする、という選択もあり得る。自然進出式の国鉄381系、電車自然進出式は、 車体傾斜の回転中心を重心より高い位置に設定し、曲線通過時にかかる超過遠心力を利用して、受動的に車体傾斜を行わせる。車体と台車枠をつなぐ形で取り付けられたリンク機構や、台車枠上に取り付けられたコロ、またはベアリングにより、天動板で傾斜できるようにした振りこばりで車体を支持傾斜させることを利用して、 車体傾斜の仮想的な回転中心を設定し、傾斜動作を円滑に行えるように設計する例が多いが、自然進出式に、これらの機構部品が必須なわけではない。工述するスペインのタルモペンデュラーのようにこうした機構を一切備えず、空気バネによる枕バネを車体の天井付近に置き、車体傾斜の回転中心を天井よりも高い位置に設定することで完結に、 自然紳士を実現した例も存在する。また、日本で最初に、車体傾斜式車両を試験した、小田急電鉄の車両も、左右の高い位置の空気バネを、連闘して、遠心力で、受動的に内傾するものだった。自然紳士式は、比較的シンプルな機構ながら、大きな効果が得られ、かつての日本国有鉄道で実用化され、1973年に、 国鉄381系電車で営業運転を開始した。しかし曲線を通過する際に、振り遅れや、揺り戻しと呼ばれる振動が発生して、乗り心地を悪化させるため、乗客に不快感を与えたり、乗り物酔いを起こしたりすることがある。これは軽車装置の摩擦等の要因により、一定以上の遠心力がかからないと車体が動かず、あるいは遠心力が、 一定以下にならないと戻らないために生じるものである。また、紳士の動作により、車体の重心が曲線の外側に移動するため、車体の重心を下げることで高速走行に悪影響が出ないように設計されている。日本の紳士車両では最大傾斜角は5から6度となっている。カーブを通過する JR 四国2000形状術の自然紳士式の問題は、 曲線の外側に向けて、傾斜装置の摩擦を打ち消す程度の力を加えておけば、解消される。制御付き自然進出式は、自然進出式の機構に、空気圧などによる、能動的な傾斜制御を追加したものであり、強制車体傾斜方式と同様に、曲線を検知して、車体の傾斜角度を制御する装置が必要となる。したがって、 制御を切れば自然進士式としての動作も可能であるが、その場合は自然進士式の問題もそのまま発生する。国鉄では自然進士式での振り遅れ、揺り戻しなどの問題の解決を目指し、1981年から1982年にかけて、 tr906tr907tr908 と3種の台車が設計され、アクティブ車体振動制御装置や、大圧低減対策などとともに、自然進指式を改良した制御付き自然進指式が開発、搭載された。さらに、これらの開発で得られたデータをもとに、1985年には DT51XTR236X と、 本格量産を念頭に置いた改良型台車が設計されたものの国鉄時代には量産には至らなかった。また、新四式機動車においては、機関と台車をつなぐ推進軸の伸縮機構によって発生する伸縮抵抗が車体傾斜に影響を与えることを無視できないとの理由で実用化には至らなかった権威があったが、国鉄分割民営化後の1988年5月に、 鉄道総合技術研究所がキハ58系の DT22 系台車を改造した新四式台車の試験を行っており、自然新四式と遜色ない性能を確認できたため、1989年設計の四国旅客鉄道2000系機動車で初めて実用化の機会を得た。同系の成功により、以後この方式はすべての JR が採用している。 実用化された制御付き自然進出式では、車体の傾斜制御は、以下のようにフィードフォワード的に制御される。まず、あらかじめ線路上の曲線部ごとの間と等のすべての、地上データの情報を、あらかじめ指令制御装置と呼ばれる、車上装置へ組み込まれたマイコンに記録しておき、そこで記録された、曲線情報は、速度発電機と地上にある ATS 地上紙を、 使用して得られる絶対位置情報と速度発電機の検出で得られる速度情報をもとに緩和曲線区間での適切な車体傾斜角度を計算する。そこで得られた傾斜角情報に従い、指令制御装置が各社に搭載されている心誌指令装置へ、車体傾斜のタイミングの指令が伝送され、曲線侵入前の緩和曲線区間において、 空気シリンダーを用いたアクチュエーターにより、あらかじめ能動的に車体を徐々に傾斜させていく。曲線区間通過後の緩和曲線区間においても、同様の手法で、車体傾斜を能動的に復元させる。このような制御により、緩和曲線区間で発生する、過渡的な振動を抑制するというものである。曲線区間への侵入、脱出時に、 アクチュエーターによって半ば強制的に車体の傾きが制御されるが補助的な傾斜制御であるため万が一この制御装置が正しく作動しない場合でも本来の超過遠心力によって車体は傾き安全性が確保される。日本での制御付き自然進士式の車体傾斜機構にはコロ式とベアリングガイド式がある。最初に実用化された 自然進士式の 381K では、コロ式を採用していたが、車体を傾斜させる中心である、進士中心を必要に応じて、低くできない装置の小型化が困難、コロを覆う防塵装置が複雑などの欠点があったため、ベアリングガイド式の開発が進められた。開発されたベアリングガイド式は、進士時の修道抵抗の低減、進士装置の小型化、 防塵装置の簡素化などを達成し、JR 四国パッセン系や JR 北海道281系の試作車から採用された。その後、JR グループ旅客会社6社すべてのみならず、第3セクターの都桜潮鉄道や地図急行でも、制御付き自然進士式の車両を導入するなど、自然進士式車両は1990年代に一気に増加したものの、 2000年代に入ると、自然進士式より構造が簡易ながら自然進士式と同程度の効果が得られる空気バネ車体傾斜方式の車両が主流となった。自然進士式車両は2001年に登場した、キハ187系機動車のほか、883、軽電車の中間造備車もハ883-1000と、サハ883-1000。1000 キハ285系機動車を最後に、自然進出式による、新生車両はしばらく途絶えた。JR グループ各社が、新幹線車両も含め、空気バネ車体傾斜方式の車両を投入していく。中で、JR 四国も2017年に老朽化の進む、2000系の後継車両として、空気バネ車体傾斜方式を採用した2600系機動車を試作したものの、 走行試験の結果、曲線区間が特に多い土産線では空気バネの制御に多くの空気を消費するため空気容量の確保に課題があるとして量産は見送られ新たに2600系機動車をベースにした制御付き自然進四式の2700系機動車の量産に方針を転換し2019年に試作車量産車ともに登場同年8月より 営業運転を開始した。この2700系機動車が自然進四式車両の新形式としては、キハ187系機動車以来18年ぶりとなった。強制車体傾斜式は、曲線通過時にリンクなどで構成された、車体傾斜機構を油圧などによって、能動的に傾斜させるものである。強制進四式と呼ばれることもある。曲線通過時に車体にかかる、 超過遠心力を車体傾斜に利用するものではないため、必ずしも車体傾斜の回転中心は重心より高くする必要はないが、実用化された強制車体傾斜式車両の多くは、超過遠心力が車体の傾斜に悪影響を与えないよう、回転中心を重心と同じか重心より高い一致としている。また、 強制車体系車式の車体系車機構を曲線通過時に正しく動作させるためには何らかの方法で曲線侵入を検知し車体系車を制御する装置も必要でありそうした装置の必要がない自然進止式と比較して構造は複雑になる強制車体系車式は主に欧米で普及している初期の強制車体系車式では 曲線侵入を各社に搭載したジャイロスコープや加速度センサーなどで検知し、車体を傾斜させる車両単位のフィードバック制御が多かった。この方法では、いずれの車両も曲線侵入後に車体を傾斜させることになるため、必ず振り遅れが発生するという問題があった。またセンサー類の誤作動によって、曲線侵入を正しく検知できない場合も多く、実用化の障害となっていた。 その後電子工学の発達によって最適な傾斜角度の計算や編成単位で車体の傾斜を制御することが可能になり曲線侵入検知の正確性も向上した振り遅れについては曲線侵入を先頭車に搭載したセンサー類で検知し先頭車からの指令で後続の車両も順次車体を傾けることで先頭車以外の振り遅れを防ぐ制御方法も開発され 現在では、編成単位でのフィードバック制御が主流となっている。なお、一部では、フィードフォワード制御も行われており、車上コンピュータに入力した線形データと、すでに通過した曲線の情報から、車輪回転数で現在走行位置を割り出し、次の曲線の位置を予測しセンサー類が曲線を、検知する前から車体を傾斜できるものが、実用化されている。一般的に、 最大傾斜角は、自然伸縮式よりも大きく、イタリアのペンドリーノが8の10度、スウェーデンの X2000 が6.5度である。特別な車体傾斜機構を用いず、台車上の左右の空気バネの伸縮さによって、車体を傾斜させるものである。空気バネストローク式車体傾斜、空気バネ式車体傾斜、簡易伸縮式、あるいは簡易車体傾斜など、様々な呼び方がある。 自然進士式、強制進士式の分類では強制進士式に属する。本格的な進士式車両は導入にあたって軌道の強化や河川の張り替え工事などの地上設備の改修が必要となる上、車両重量やイニシャルコストの増加という点で不利であった。このため、例えば日本の私鉄での採用例は速達化が市場命令とされる、あるいは JR と乗り入れを行う必要からそれらで採用されているのと純動系の車両を導入する必要があるといった特殊な事情のある第三セクター鉄道にほぼ限られた。しかし、車体傾斜制御技術そのものはそれ以外の鉄道においても乗り心地を維持しながらの列車の高速化に有用な技術であり、そこで特殊な機構のため保守も含めて効果となる。 新式の代替技術として曲線部での走行時に左右の空気バネの内圧を制御して適切な角度まで車体を内傾させる車体傾斜制御装置と呼ばれるものを装備した強制車体傾斜方式が開発された。空気バネによる車体傾斜システムは1960年代から構想されていたが実現化に宣伝をつけたのは西ドイツであった。 西ドイツ国鉄が1973年に12両を試作した403型と呼ばれる動力分散方式の高速車両においては、ボルスタレス台車に最大傾斜角2度の車体傾斜機構が搭載された。この車体傾斜システムは試験のみに終わり、403型も量産されることはなかったが、本方式の基本的な機構はほぼ確立されており、低コストで、 車体傾斜車,車両を実現する手段として注目を集めた。台車左右の枕バネに用いられる空気バネの伸縮さに依存することと、車体傾斜の回転中心が枕バネと同じ高さであり車体傾斜時に車両限界を支障しやすいため、日本での営業車両による最大傾斜角は2度程度に抑えられており、試験車両では在来線で傾斜角5.5度、 新幹線では3度を実現している。傾斜角は他の方式に比べると小さい。しかし特別な車体傾斜機構を必要とせず、既存の空気バネ台車を若干設計変更して、フィードバック制御、またはフィードフォワード制御による制御装置を追加するだけで済むため、低コストである上に傾斜角度2度の場合でも、基本速度時速 25km 程度で、 曲線通過速度向上が実現できる。日本での営業車両としては、コストパフォーマンスを重視する施設や、各 JR 旅客会社の在来専用、新型特急車両などに採用されているほか、新幹線の N700 系と E5 系、E6 系にも採用されている。床面の左右方向の移動はなく、垂直方向に発生する荷重変化も少ないため、乗り心地に違和感がない。 課題点として、曲線での左右の向き、曲線半径、関との大きさと実際の通過速度などをもとに、曲線でのデイジ部分での車体の傾け方と戻し方が重要になり、空気バネの高さの精度を良くする必要があるため、空気バネ内の空気の吸排義の精度を良く調整する必要があること。空気バネは圧縮空気を供給してから高さが変わるまで時間遅れがあるため、 急廃儀のチューニングが重要であること。空気バネ内部の空気を短時間で防地ちじみすることから圧縮空気の消費が多くなり、特に山間部のカーブが多い区間を走行する場合は圧縮空気を大量に供給する必要が発生する。従って一般型の車両に比して大容量のコンプレッサー及び空気タンクを搭載せねばならず、またコンプレッサーの稼働率も高くならざるを得ない。 特に後者の問題は、常時河川電力からコンプレッサー用電源を得られる上に必要に応じ、付随車連結も可能な電車であれば、ある程度カバーしうるが、機動車の場合は付随車を連結すると、パワーダウンとなるため、全車両にエンジンや燃料タンクを搭載しなければならず放棄、偽装スペースが電車以上に限られることと、同時に走行用エンジン出力の一部を圧縮空気確保のため、 コンプレッサーの駆動に割り振らねばならず、空気タンクを多数設置できないことが大きなネックとなる。すでに制御付き自然進士式の不死で述べた通り、四国旅客鉄道では空気バネ車体傾斜方式を採用した2600軽機動車の量産化を断念し、代わりに旧来からの制御付き自然進士式を採用した2700軽機動車を量産し、 老朽化した2000系機動車の置き換えを進めている。傾斜の模式を線で表した図。線はすべて同じ長さである。下が水平状態、中が制御付き自然進指式による傾斜だけの時、上が空気バネによる車体傾斜も用いた時。解体中の二百285系2006年3月に北海道旅客鉄道が発表した。鉄道総合技術研究所。 川崎重工業との共同開発。制御付き自然進士式と空気バネによる車体傾斜とを組み合わせた世界初の技術で従来の進士式を上回る8度の傾斜角を実現させるもの。単なる制御付き自然進士式に比べ乗り心地の向上も図られると言われるが、これは進士式による床面の左右移動量を 空気バネによる、車体傾斜によってある程度抑えることができるためである。当初、試作台車をキハ283系機動車一両に取り付け、2009年をめどに札幌、函館近郊で走行試験を行うとしていたが、傾斜角の増加によって、車両限界を突破するため、既存のキハ281系、キハ283系へ搭載しての実用化は、 難しいことが判明した。当初は2016年3月の北海道新幹線賀川森から新函館北斗間開業後には函館札幌間にこのシステムを搭載した車両を投入する予定とされ、もし実用化されれば曲線を含む全線で時速1 4 0キロメートル運転が可能となり、函館札幌間で約20分の時間短縮が見込まれていたが、 2011年以降、JR 北海道で重大事故や不祥事が相次いだほか、北海道新幹線の開業を控え、スピードより安全性を優先する方針に変わったことから、2014年9月10日に搭載車両である、キハ285系機動車の開発中止が、量産先行車の落成を目前にして発表された。その後、 2014年9月26日に落成したキハ285系量産先行車は営業運転につくことは愚かし検すら行うことなく翌年3月31日付で廃車となり2017年3月に解体された車体傾斜システムを搭載した車両は一般的に車体断面積が小さいこれは傾斜時に線路周辺の構造物と干渉しないよう 幅を狭める必要があるためである。他にも、下記の通り電車における終電の問題や、機動車における駆動トルク反力の問題や、プロペラシャフト継ぎ手の伸縮修道性など、車体傾斜に伴う問題を克服する工夫をしている。架線から取り込んだ電気によって回転する種、電動機から発生した運動エネルギーにより、走行する電車方式の新指式車両は、 そのままでは、車体の傾斜によって河線に接触するパンタグラフの位置が変化する。これを防ぐためには、当該路線を走る電車がすべて新士式車両で、あるとの前提で河線の位置を傾斜した車体でのパンタグラフの位置に最適化して仮設するか、あるいは新士式車両側で車体が傾斜してもパンタグラフの位置は変わらないようにする必要がある。車両側で、 パンタグラフの位置変化を防ぐためには、車体の傾きに関わらず、レールとの位置関係が変化しない、台車枠とパンタグラフとの位置関係を固定する必要があり、そのための機構が開発された。日本で実用化されている方式には、ワイヤー式と台車直結式がある。ワイヤー式では傾斜する車体の外周部を迂回させた、ワイヤーで台車枠と可動式のパンタグラフ基部とを結び、 台車直結式では傾斜する、車体内部を貫通された指示枠が、台車枠とパンタグラフ基部とを結ぶことで、それぞれ車体の傾斜に関係なく軌道面に対するパンタグラフの位置が固定されるようになっている。海外では、台車直結式が多いが、スイスのイクンなど一部ではパンタグラフを電動で、濃度傾斜させる方式も実用化されている。また、 ディーゼルエンジンの出力を変速の上で駆動に用いるディーゼル方式の新式車両でも単純にディーゼルエンジンを持つ車両に振り子による車体の傾斜機構を加えただけでは車体の長軸方向に走る推進軸の回転トルクによって車体の傾きが偏るという問題が生じるこれを避けるためにディーゼルエンジンを2機備えて推進軸の回転方向が互いに 逆向きになるようにして、その相互の反作用によって変更をキャンセルするといったことが行われる。また、通常の機動車に比べはるかに大きな変異を吸収しなくてはならなくなる伝達系ジョイントは極めて大きな問題となる。ヨーロッパでは1940年代から開発が行われ、イタリアのフィアット社やスウェーデンのアセア社が油圧シリンダーによる強制車体系車式を開発し、 欧州各国に普及した。車体傾斜が動作すると、天井付近を回転軸にして、床が動く日本の自然振り子とは異なり、床付近を軸に、車体上部が触れるため、座っていると頭を持っていかれるような感覚がある。また車体を正面から見ると、裾がすぼまっているのが特徴的。板453学国ゆえ線形の悪い線区が多く、古くから、 車体系車式車両の開発に熱心だった国である。1957年と1967年には、車体系車式車両の試作車2種類が制作され、さらに1971年には、後のペンドリーノの原型となる試作車 Y-0160 が、フィアット車により完成された。1975年には、初めて営業投入されるイター401が、完成した。 フィアットの元からの技術に加え、英国鉄道が1970年代に開発した APT の技術も購入して発展した。ペンドリーノの項目も参照。高速新線の走行も考慮されているが、高速新線でない在来線でも安価に高速化を実現できるため、イタリア以外にも多くの国に輸出されている。現在はかつて APT が試験走行した。 英国の西海岸線にも導入されている。タルゴ250スペインは当初イタリアに習った車体傾斜式車両を開発していたが、1980年にタルゴ車が自然振り子式のタルゴ客車を開発して、以降は長らく自然振り子式が主流となっていた。現在では強制車体傾斜式も増えている。スウェーデン国内の鉄道は曲線が多いため、 1970年代からスウェーデン国鉄とアセア社によって車体傾斜車,車両が開発されており国外へも輸出されている。実用カーペンドリーノより遅れ1989年となっている。アイスティードイツは日本同様車体傾斜式機動車を大量に採用しているが当初はトラブル続きだった。 APTP 東海岸のクイーンズランド鉄道が1998年からノースコースト線で日本の技術をもとにした振り越し機車両を運行している。アセラエクスプレス山岳国ではあるが、イタリアやスペインに比べて投入が遅れており、直通運転するチザルピーノなどを除けば、営業運転開始は2000年代に入ってからのことで、ある。フランスは国土が 比較的平坦であることと、高速化を高速新線の建設で対応してきたことから施策にとどまっている。381系は日本最初の営業用の車体傾斜車,車両。自然進士式。日本での車体傾斜は、前述の通り1961年の小田急電鉄と、 住友金属工業との共同研究による空気バネ式自然進出システムの FS30X 型試験用連接台車の開発に始まる。その後1960年代、小田急電鉄と三菱電機が共同で台車左右の空気バネの圧力差を利用した蒸気の空気バネストローク式に相当する車体傾斜装置の実用化試験を行うが、当時は 制御技術そのものが未熟で期待した性能が得られず、実用化は見送られた。これと同等のシステムは、小田急での実験から、四半世紀以上が経過した1996年に、製作された JR 北海道基波201系、機動車で、ようやく実用化された。当時の国鉄も百六十八年に、T リンク式自然進出システムの t r 十六 軽大車を装着した時1万5000経過車により試験を行うが、リンク部の摩擦抵抗による動作遅れや動作不良が確認された。その後は1969年にリンク式より確実に動作するコロ軸熟知式の自然進士式を採用した591系試験電車が試作され、そこで得られたデータをもとに特急軽車両の381系電車が量産され、 中央再線、帰成本線、白尾線の順で、それぞれの電化と共に投入された。民営化後は、JR 四国が鉄道総合技術研究所と共に、世界初の制御付き自然進出式機動車を実用化し、普及に弾みをつけた。その一方で2000年代に入ると、加減速性能の向上や、コストパフォーマンス面などの点から E257 系。E 287系のように、非新指式車両への投入と回帰が行われているケースもある。速度向上は、国鉄 JR の在来線で半径600メートルの曲線を基準とした場合、車体傾斜なしの場合は、基本の速度が時速90キロメートル、特に高性能な車両において最高時速110キロメートルとなっているが、 初期の自然進士式車両である3 8 1系で最高時速 110km、制御付き自然進士式で最高時速 125km、空気バネ車体系車式で時速 115km となっている。速度向上率は曲率半径によって異なるほか、関東量や緩和曲線長や走行する線路の規格などの条件によっても変わる。また、 車両の設計上では、蒸気より速い速度となっているものもいくつか存在する。JR 北海道基百281系機動車、JR 東日本 E351 系電車、JR 東海383系電車 JR、九州885系電車 JR、北海道基派201系機動車、小田急5万系電車 JR 北海道 A15 系電車、 ありがとうございます。